おはようございます。池田です。5代目になります。ボムトラックの試乗車をお借りしまして、いろいろ乗ってみた5代目。今回はカーゴバイク、こちらをお借りしました。では早速感想をまとめていきます。こちらですね、マンローカーゴというモデルになります。もう見ての通りですね、カーゴバイクになります。あのフロントの、ホイールがですね小さくなって、これ20インチの 2.3 ですね。で後ろが大きい車輪を採用しているというモデルになります。後ろはですね 27.5 の 2.22 ですね。結構太いです。はい、カーゴバイクの中でも 27.5 インチを採用してるのってそんなにないんじゃないですかね。なんか僕が知ってる中では26インチの後ろのホイールを採用してて、前がまあ20インチの BMX っていうのが多かったんですけども、マンローカーゴですね、 27.5 という感じになってます。なんで、まず最初に乗った感想なんですけど、意外と速いですね。速い。後ろの車輪が大きいせいなのかもしれないですけども、意外と速いです。で、普段 650B、27.5 をメインで、乗ってるんで、違和感がないと言いますか、車輪の大きさの違いによる違和感もなく、まあ、普通の自転車、並みのスピードっていう感じですね。普通の自転車っていうのは、まあ、例えばツーリングバイク、いつも、愛車で乗ってるシグのランドとか、それぐらいのこうスピード感で走れるっていう感じですね。だからこの前にカゴがついているっていうのはあんまりこの感じなかったですね。そのスピードを出す、走るっていうことに関してですね。で、気になるところはこの前部分なんですけど、ここをちょっと見ていこうと思います。ここはですね、フレームから柱がこう、まあ、ボルトオンで止められてまして、で、こう、下に、ステイがこう、伸びて、こう、ビュッと、前に出てると。L 字型の、カゴになります。で、今、この上のカゴはですね、後で付けた、分なんですけども、最初はですね、このカゴなしのプレートだけでした。四角い長方形のプレートがこの L 字のところについてて、上に荷物を乗せられるよ、という感じです。で、このプレートにですね、紐が通るような穴が前と後ろについてるんで、まあ大きな荷物をつけた時とかはこれと使えばですね、かなり安定すると思います。はい。で、面白いのが、本体についてるんですよね。カゴのこのステイが、ハンドルでなくて、フォークでなくて、フレーム本体についてると。ここがですね、やっぱりこのカーゴバイクの一番のポイントになるんじゃないかなと思います。フレームは、まあ、これにおそらく耐えられるように、重たい荷物に耐えられるように、パイプがですね、3本、1、2、3と。なんて言うんですかね、この真ん中のチューブ。トップチューブ、ダウンチューブ、中間チューブ。ここの呼び名は僕、パッと出てこないんですけど、まあ、3つあるという感じです。で、今ですね、普段使っているこのバックパックと、今日雨模様なんで、まあ、ポンチョをドサッと、入れてるというところですね。これちょっと撮ってみましょう。はい。よいしょ。こんな感じです。よいしょと。バスケットの下に、こう、ちょうど、このバスケットと同じ大きさの、プレートがですね、下にあるんで、非常に、安定感いいですね。はい。で、このゴムバンドで上でこうクロスして止めるというような形です。で、面白いのが、まあ、ここから見るとですね、上からこう運転してるじゃないですか。運転してて、ハンドルを切ると。カーゴはそのまんまなんですよ。カーゴはそのまんま。だから、スクーターに近いですね。運転してる感覚が。ハンドル切ってんのに、カゴがついてこないですね。よく、
自転車につくカゴってハンドルとかフォークに固定してるんで、ハンドル切ると大体カゴも一緒にこうついてくるんですけど、フレーム本体に固定されてるんで、それがないと。だからここが最初すごい違和感でした。でも実際使うとこれかなり安定します。ハンドルが振られないで、いつものようにこう重たい荷物を重たい荷物だけ詰めば、ハンドルがこう振られて、例えば駐輪した時にガッと持っていかれるような、重たでブッとハンドルが切れてしまうようなこともなく安定しているというのが特徴ですね。で、もう一つここをこうした方がいいんじゃないかなみたいなのをですね、見つけました。よいしょ。まあ、例えばここにこう大きな荷物が乗ってるとしましょう。かなり大きな荷物です。で、この時に例えばこっち、まあ、ちょっと中間で立ってるとして、普通の道ならいいんですよ。普通の道ならこう運転してていいんですけど、急カーブ、例えばなんかこう陸橋みたいなところを U ターンして、キュッと折り曲がって登るみたいな時にこのハンドル切るんですけど、切ったら当たるんですよね。切ったら当たる。で、ある程度いったら、まあカバンやったらですね、この布が柔らかいんで途中で止まるんですけど、この前このカゴに、灯油缶積んだんですよ。灯油缶を積んで、運転してると、まあここにでっかい箱があるわけですね。その箱にこのブレーキレバーがですね、これ油圧です。油圧のブレーキレバーが接触して、でそのままグッとブレーキがかかっちゃうんですよ。なんでこのフレーム本体につくというのは非常に、いい構造なんですけれども、もっと使いやすくしようとしたら、このフラットハンドルをちょっと工夫して、例えばもうちょっとこう手前にハンドルを切っても荷物に直接当たらないような、手前に曲がったやつ、もしくはアップハンドルなものに変えてあげるとより良くなるなと思いました。もちろんこんな大きな荷物積まないよって、このカゴのバスケットの中にも完全に収まるよみたいな、大きさの荷物でしたら全く問題ないんですけども、こういうでっかい、縦にでかいですね、荷物を積む場合、もしくは灯油管を縦に積む場合、灯油管横にしたら全く問題ないです。縦に積む場合、このブレーキ、ハンドルが接触してしまう可能性があるので、そこをですね、思ったら、改善したらかなりいい自転車になるかなと思います。はい。っていうのが、前部分でですね、感じたところです。これはですね、デメリットというわけではなくて、こういう自転車の特徴やと思います。カーゴバイクって、フレームにこう、ついて、固定力が増すというのが、もしくは安定感が増えるというのが特徴なんで、もうこれをですね、最大限に活かすためには、このハンドルを切った時に、前に積んだ荷物を接触しないようなセッティング、パーツにすれば、完璧という感じですね。はい。で、もう一つですね、この自転車についてきた、うわこれいいなっていうのがこのスタンド、センタースタンドですね。もうむちゃむちゃごついです。さすがカーゴバイクっていうぐらいめちゃめちゃごついスタンドがついてきました。これ荷物をこの前の、ところに乗せることが想定されてるんで、荷物乗せるとですね、まあまあ前の車輪が地面に当然つくわけですね。で、後ろがこう浮くという感じなんで、前の車輪がついて後ろの車輪浮いた状態でもうドンピシャになるようにこう作られているという感じがしましたね。これ解除するとどうなるかというと、やってみましょう。よいしょ。スタンドを解除するとこういう感じ。このまま後ろに上がっていく感じですね。ま、なんで、いつも、僕が使ってたセンタースタンドの左側に折りたたまれてっていうわけじゃなくて、両方に、バタッと、両方に来る感じのセンタースタンドになります。なんで、右のこの下のところに来るんで、あんまり大きなチェーンリング、フロントのチェーンリングにしちゃうと、ここがですね、どんどん狭くなってきて当たりやすくなるんで、まあだいたいマウンテンバイクで使われるぐらいの、フロントチェーンリングにしてあげるといいかなと思いました。よいしょ。
はい。これもですね、結構コンパクトな、チェーンリングになってますね。まあ、カーゴバイクでスピードギュンギュン伸ばすっていうことはないと思いますんで、まあ、これぐらいで、使ってあげると、よりこのセンタースタンドが、使えるようになるという感じでございます。はい。これがですね、マンローカーゴ使ってみた、使ってみて感じたところですね。結構ですね、これ、本当に荷物、ですね、さ、僕、うろ覚えなんですけど、25キロまでフロント行けたと思います。25キロ。25キロって相当な重さなんで、ここに25キロ積めるということは、まあまあ、後ろには積まなくてもいいぐらいですね。なんですけど、もし後ろにも、例えばリアラックをつけて、チャイルドシート乗っけたり、パニアバッグを装着したり、後ろにも積めるようにしたら、もうかなりの積載量ですね。ロングテールバイクにかなり匹敵するぐらいの、ものになってくると思います。そうなると、普段こう自転車荷物が多い時ですね、車で移動してた時とかを、まあ、自転車で移動できるようになってきたらちょっと生活スタイルも変わるやろうなっていうのを、感じさせてくれるそんな一台ですね。やっぱりこうスポーツ系の自転車に乗るとやっぱりこう荷物はつけたくない、なるべく結構軽快に走りたいっていうのはあるんですけど、それはちょっと置いておいて、実用的に使う自転車ってなってくると、やっぱりこう荷物が乗らないと、まず話にならないと。なんで、そっちの実用派に振っちゃった自転車のこの使いやすさと、この生きてくる力っていうのは、なかなかですね、楽しいなと、思いましたね。いやー、なんで、走りだけを見ると、やっぱりこの他の試乗車5台あって、フック EXT、アライズ、オーダックスっていろいろあるんですけど、やっぱりそれには負けると思います。ただ、荷物を積む、実用的ってなってきたら、トップですね。間違いなく一番使いやすいのがこれになると思いますね。あ、もう一つですね。実用的にっていうので思い出したんですけど、ここ。この穴。あと、この下の穴。で、ここ。後ろ。ここ。あと、ここ。で、ここ。ここにダボ穴が用意されているということは、もちろんフェンダー、フルフェンダーも装着できると。最強っす。荷物運べてフルフェンダーで、後ろラックついたらもう最強。ここにこうつくと。で、まあ、完成車なんですけど、これ油圧なんですよね。油圧で製造力ももうピカイチなんで、いいっすよね。今、なんか想像できた。ですね。あとこれダイナモハブとかなったらもっといいんじゃないかな。ダイナモ、まあ、ここを使ってか、なんかここにステイをなんとかつけて、こっからこう前を照らすような構造にしてあげれば、より良くなりそうですね。はい。まあ、おしましょう。ということで、今回は、ボムトラックの試乗車5台目、マンローカーゴを借りした感想ということでまとめてみました。はい。いやー、カーゴバイク、いいですね。非常に楽しめる自転車になりそうです。では、今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。